こんにちは、レント2025選です。本日紹介するプラレールはこのアッサの257系と、今まあ踊り子とは波動4に転属して、このカラーリングはもう走ってないけど、この257と、あとさらにイーストアイを先週月曜日にブックオフの溝の口での伊藤洋華堂でゲットしたものです。まあどちらも廃盤になってるんですよ。まあこっちの257の厚さは、こちらにあります E353 の発売によって現在廃盤となっており、このイーストアイもね、5年前にもう廃盤になってるんですよ。で、まずイーストアイからいきます。イーストアイは先頭車こんな感じで、ちょっとね、買った時はちょっと動力車だけちょっと塗装乱れが多いけど、まあご了承ください。動きますね。おお、かっこいいね。で、循環車はこんな感じ。やっぱりリアルでいいですねっていう感じです。最後は後尾車はこんな感じとなっております。走行は後ほどアップします。で、続いて E257 の厚さはこんな感じとなっております。暴走の257に続いてゲットしたものです。動くかどうかをチェックしましょう。おう、こちらも動きます。まあどちらも各1540円で買ったもので、で、循環車はこんな感じ、まあですね。で、後尾車はこんな感じとなっております。まあ非貫通と貫通が作り分けてるがいいという点ですねという感じです。つなげではこんな感じとなっております。かっこいいですね。いや、まあどちらもどちらもさ、廃盤になってるから、まあ1万円とか2万円で売られてるというイメージがあるじゃないですか。このイーストアイも、アツさんの257もなんと1540円でゲットしたっていうものです。おお、かっこいいね。まあ適当に、まず E257 系から発射していきます。まあ地球はさ、出発進行。続いてイーストアイドも発射していきます。出発進行。まあ、東北上越新幹線らしく、まあ、こんな感じで、ちょっと、はい、総合動画を多くしているっていう感じです。いかがでしたかな。今回の配信動画は、この E257 の暑の257、今なき暑さの257系と、このイーストアイをゲットしたという配信動画でした。まあどちらもね、今廃盤に、こっちはね、もう5年前に廃盤になってて、こっちの方はもう9年前あたりにはもう廃盤となってしまったので、どちらも手に入ってよかったと思っております。その調子だと南武線と横浜線の233も手に入れたいなっていう気持ちは強いです。ご視聴いただきましてありがとうございました。今日の配信動画はもう廃盤となってレアものになっているアッサの257系とイーストアイのプラレールをゲットしたという配信動画をお送りしました。ご視聴いただきましてありがとうございました。よければチャンネル登録と高評価もぜひともよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。